ポートリバーズの人生はポリバケツ。はーい、というわけでポートリバーズの人生はポリバケツ第2回目を迎えました。拍手、イエーイ、こんばんは。無事に2回目迎えることができて嬉しいね。ハッピー。はい、じゃあ改めまして、ポートリバーズボーカルのあさみです。はい、ドラムのキューです。ギターの辰野です。よろしくお願いします。今日は3人でお届けします。キューちゃん初めてだ。あ、これは何気に初めまして、まあ、っていうかまだ2回目だけどね前回辰野とアーチだけだったから、今日は3人でね、 あれしてね。キューちゃんいたらやっぱり心強いな。なんでよやっぱり安定のドラムがあるから。あれだよ、俺そんなに話すタイプじゃないさ。だから話していこう、ガンガン。1時間だから。そうだよ、あっちまでよ。ただね、あのね、ラジオとかテレビ系はいきなりスイッチをボンって入れるから。だからね、もうスイッチ入ってある。うん、入ってる。あの声のトーンもね変わるからね。いいな、さすがだな。今日はね、あのゲストになんとジャー・バーボンズをお迎えしてるので、はい、皆さん楽しみ。ジャー・バーボンズ宛てにもメッセージお待ちしてますよ。ぜひぜひ。はい、そして今日のメッセージテーマは、今日が3月9日ということで、あのサンキューの日って勝手に決めたんだけど、語呂合わせみたいなやつだからそれにちなんで、はいはい、メッセージテーマ、ありがとう。あ、いいですね、うん、ありがとうにこうちなんだなんかメール、うん、送ってください。いろいろあるんじゃないですかね。卒業シーズンでもありますからね。そうだね、いろいろありがとう、いろいろありがとうがあるかもね。はい、うん、そうかもね。はい、はい、じゃあメッセージ、たくさんのメッセージお待ちしております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。
FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。よろしく。この番組はギノワンヒューマンステージの提供でお届けいたしています。それではここで一曲お届けします。ポートリバーズでエミリー。エミリー、エミリー、エミリー。ポートリバーズの人生はポリバケツ。ウェイ。はい、というわけで早速ゲストを呼びしました、はい、今日は誰なんとジャ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 ーバーボンズの皆さんです。イエーイ、ジャーバーボンズ久しぶりだ。メントレメントレ久しぶりだな。いや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 、もう、ま、マジでアチはバーボンズ時代から知ってるから、みんなそうだよ、ね、すごい久しぶり。まあ、今はね、高知に住んでるんだよね。そうなんですよ、ね、メンバー紹介しますか。どうぞした方がいいですか。してくださいしますか。そうそう、行こう行こう行こう、しましょう。はい、はいはい、ギター三振の高知です。よろしくお願いします、はい、ビジネス破天荒ギターのシモンです。はい、ベースリーダーの大和です。はい、ボーカル小さい方の安です。安大きいボーカルの高野だよ。よろしくお願いします。
いらっしゃい、ジャーバーボンズ久々ですよ。いいね。いや、久しぶりですね。うん、ね、でもなんか久しぶりだけど、でもなんか会ったらやっぱりそんなに久しぶりな感じはしない。この確かに。なんだろう。会った瞬間パンパンだねって言われて。いや、いつもフェイスブックとか見てたらいつもお客さんパンパンですごいなと思ってた。そっちのパンパンね。違う意味のパンパンだった。あ、いやいや、今日は、うん、あのポートリバーズこの番組もってまだ2回目なんですけど。あ、そうなんですか。はい。1回目は辰野とアーチでやったけど、2回目初のゲストということで。お、初なんですか。そうです、初です、初です、初のゲストだし俺も初めてだしね。そう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 、俺選手お休みしてたんで。全然こう、なんていうんですかね、ぎこちない感伝わってきますね。でしょ。今日はジャーバーボンズにリードしてもらおうかな。お願いしますよ。そう、ちょっと短い時間なんですけど、なんか告知とか、はい、はい、ジャーバーボンズ今聞いてくれてる人、今こっちユーストとかツイキャスもやってるんですけど、うん、今25人がこのあれして、みんな見えてるかな、カメラ。大盤さんいないって、バーボンズ来てるよ。ちょっと顔見せた方がいいじゃん。あ、高知から見てるよって、ともちゃん、あ、みんな見えてる、うん、こんばんはって。大盤さんがいないって言ってる。カメラ見えてないのかな。ユーストユーストの話ね、これちゃんと俺の声聞こえてるかね。映ってる、映ってる。そうそうそう、見えてるよ、みんな映ってるよ。そう、ジャーバーボンズ宛てにもメッセージ来てるよ。あ、嬉しいですね。なんか告知とかなんかした後に告知、じゃあすぐ大阪から、すぐスタートに、じゃあなんかジャーバーボンズ、ちょっとな、世間話しよう。まだそうそうそう、あつさん、あつさん、なんか対応が立つの、ちゃんと時間大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。なんで俺のせいにしたって。今対応がゆいちんさんと一緒。ゆいちんさんと全く一緒。告知して強く返すって。また世間トークしましょう。世間トークしましょう。世間とかなかなか言わないけど、どこでしたっけ。そうそうそう、今の四国の高知県に住んでますね。四国、高知県、はい、もうどれぐらい経ちました。もう丸々3年経って、もう4年目になりますよ。4年目です。すげー、はい、なんでこの高知に住んだかとかそういうのは聞かないでください。なんでめっちゃ聞きたい。いろんなところで行ってきたので。何かな、カツオ、カツオが好きだから。カツオめっちゃカツオ食べたくて。カツオ好きですけど。何でしたっけ。何、カモメ広場みたいな。カモメ全然広場目ですね。広場目一番。じゃあホイフェスタの時にツアー行った時には絶対2回行ったかな。その時は絶対行ったんだよ、そのカモメ。カモメね。カモメ一番になってるじゃん。広め一番。海鮮を食べに、カツオを食べに。でも高知1回は行ってみたいな。いや、絶対合いますよ。波長がもう沖縄の。マジですか。うーん、いや、絶対と思う。四国行ったことある。四国はある、あの、俺、あるよ。ナルト、ナルト、ナルト、アナン、アナン、アナン、徳島アナン、行ったことある。そうなんだ。でもあれ、なんか見た、なったっけ、150万川市みたいなとこありますよね。四万十川。四万十川。もう頭から違いますけどね。全然ちょいちょいなんか違う。全然伝わらない。やばい。そっかそっか。四万十川って言うんだね。ギャラリーでも見に来てくれてるんじゃない？ジャーバーボンズに。すごい。ありがたいね。高知から？いや、まさかこんな。400人。1000人ぐらい入ってるんじゃないですか？パンパン。パンパンだな。すごいですよ。いつ沖縄に帰ってきたんですか？おととい。おととい？2日前ぐらい。2日前。帰ってきてね。ずっと食べてるよね。ずっと食べた。やばい。でもそれよりも、まあ、高知からここに来て、まあ、街並みを見ながら、車でドライブしてたら、みんな顔が濃いなと思って。そう、大丈夫？改めて。もうずっと薄い顔ばっかり見てたから。あいや、ほんとすごい。やっぱ沖縄みんな濃いなと思いましたね。そうなんだ。今一緒に住んでるんでしょ、みんな。そうなんですよ。仲いいの？喧嘩とかしないの？それはですね、沖縄に帰ってきても、あんま友達いないんで僕ら一緒にいます。そうだね。毎日会ってるね、沖縄帰ってきてね。めっちゃ仲いいんだ。喧嘩する前にどうするかみたいな、行きまで、もう家族みたいになってる。誰がお父さんだろう。まあ、お父さんは聞かんでも分かるか。まあ、お母さんがいます。お母さんか。お母さん。あ、おじさんみたいな。誰がおじさんみたいなおばさんですか。今多分、ゆいちん喜んでる。喜んでる。ゆいちん聞いてるからね。先輩の卵食べながら。ポカさんですよね、ポカさん。そうなんだ。高野がお母さん役だいたい。高野がもう料理も、俺らの衣装もミシンで作ってくれた。そうそう。高子じゃん。高野さん。もう小学生ですか。すごい、意外。いいね。
ミシンとかも踏むんだ。すごい。踏むっていいね。踏むっていいね。信号バレますよ。ミシン見ないけど。今のミシン踏みませんから。ミシン踏まないか。踏まないか。あー、そっか。お父さん役は？お父さん、お父さんいないんじゃない？お父さんも高野さん。お父さんとお母さん。両親。なんかみんなの洗濯物とかはどうすんの？ああ、まだみんな回して普通にね。うん、まあ3、2で分かれて住んでて、うん、同じマンションで、で、お酒を飲めるチームのヤスとシモン、で、飯を食べるチームのコウジと俺と高野、あ、俺と高野一緒に、コウジと俺と大安で、ね、一緒に住んでるんですけど、あ、でもお酒飲めるの2人しかいないんだ。いや、もうがっつり飲めるのが2人、県外からこの友達がね、高知に来た時も、うん、飲みたい人はもうそっちの部屋に行ってもらう、寝たい人はここに来てもらう、あ、楽しそう。でもじゃあ明日が楽しみだ。みんな飲めるってことが結局おいますね。いいね。明日何があるわけ？明日打ち上げよ。明日打ち上げ、ライブライブだよ、ライブ。もうすぐ告知させたいからさ、いや、聞いてる人何かなって。まあね、気になる。対バンだ。久々対バンだね。うん。明日シベスカも一緒だもんね。シベスカとポートリバース初めてじゃない？これ結成してどれぐらいなんですか？1年。1年。去年の1月に。2ヶ月ぐらいか。あ、でもそれぞれね、バンドを結構長くやってたメンバーで。5名中4名は10年ぐらいやってるけど。完全にベテラン新人じゃないですか。この今プロっぽくミキサーを触ってる。いっぱい聞いていこう。あ、今日ごめんね。もう完全にベテラン新人じゃないですか。ベテラン新人。ベテラン新人ポートレードって呼んでるんですよ。タスノだけが1年ぐらい。ああ、そうなんですか。まだギター弾いて1年しか経って、楽器も触ったことなかった。釣りしてて、釣り、同じ竿っていうことで。そうそんなダジャレじゃないんだけど、すごい釣りの、わかるの？名人なんか、はい、見ました。あ、本当？ユーストリームかなんかで。ユーストリーム、そうなんだ。そうなんだ。上がってるんだ。わかんない。え、前のなんかラジオかなんかのやつかな、なんかで見ました。ありがとうございます。絶対声入ってないよね、今。入ってない、全然入ってない。ありがとうございます。釣り業界では一応有名人だもんね。いや、有名じゃないですけど、あの釣り場によくいる人。各地方、なんか糸満とか。高知はもうだいぶ。あ、釣りいいと思う。いいね。だからお前声入ってね。行きたい。高知いいっすよ。高知呼んでください。いいね。いつでも泊まっていいんで。まあ、飲むチームで。あ、飲むチームね。飲むチーム。チーム部屋の密度かなり高くなる。やばいね。ポートリバーズみんな飲んべ、飲んべ。やばい。しかも朝まで行くから。やばいな。やばいな。でも憧れるさ、なんかこんな、なんかみんなで共同生活とかさ、なんかツアーの番で移動とかさ、ああいうのはやったことないからさ。ツアーの時はこの運転とかはもうマネージャーさんとかが。いや、もうメンバーで。免許持ってないんで、マネージャー。もう一回。そっか、免許持ってないんで。マジ免許取りましょうか。いや、でも免許持っててもね、機材みたいな人もいるしね。そうそう。免許持ってても機材みたいな人。誰だ？助手席は決まってるんですか？あ、僕ですか？お母さん。お母さん。僕はもう両親ですから。お父さんみたいなお母さん。見守る形でずっといますよ。だんだん助手席の席の形が高野のこの体の体型になってきてるから、普通の人が乗ったら合わない。座り心地がね。気持ちよさそう。なんかクッションみたいな感じで気持ちよさそうだね。いや、誰も僕の上には座らないですよ。乗せるつもりです。いや、いいな、本当に仲いいんだね。なんか、そうそうそう。あっち、あのバーボン、ジャーバーボンさんに来てるメッセージ。あ、今呼ぶ雑だけどごめんね。流れいいね。じゃあ行きますよ。お名前、太陽。太陽、ジャーバーボンズへの応援メッセージです。皆さんこんばんは。今一瞬で見た人を虜にしてしまうバンドを知っていますか？それがジャーバーボンズなんです。悩んだり落ち込んだりしていてもあっという間に笑顔にしてくれるんです。こんなすごいバンド他にいないんです。最高です。だって。おー、もう一度言うこと。いいことしか言ってない。ありがたい。めちゃめちぎられて素晴らしいですね。すごい。まるで仕組まれた感じですね。あれですよ、受験でしたね。受験お疲れ様でした。あ、本当？そう。お疲れ様。受験お疲れ様でしたって。高校受験。嬉しいけどちょっとマイク通してくれない？確かに。すごい。
沖縄の人？これは高知じゃん。わざわざ高知から。すごいね。ありがたいですね。受験だったんだ。受かってるはず。受かってるはず。じゃあ今日の受験で今日は分からんでしょう。じゃあ今日3月9日でありがとうの日でもあるけど、咲く日でもあるわけよ。咲く、花が咲く。おお。だから絶対咲いてるよ。大丈夫大丈夫。太陽だし名前。なんか全然読めないやつだ。めっちゃ太陽触れられてる。よかったね太陽。うん、よかった。全然深みな深みを感じないというかね。はい、浅い。立つの仕切ってよちゃんと時間とか違うなんかそろそろ告知とか時間はもう最後なんか最後でそのままずるずる行こうかなと思って あと何分で飲み会終わりみたいないいねもう今日は告知させないで感じいいねそうそうそうじゃあのヒューマンのさ山田さんがいるさ、はい、山田さんこっち来た時にお酒飲み出してバーってこぼしたってそれぐらいもう宴会のバーみたいになってたっていう。そうそう宴会バーだそういうラジオいい。そんな感じでもいいかもね。ヒューマンの山田さん聞いてますかね。あ聞いてると思う。聞いてるはず。絶対聞いてる。うん、あの挨拶いけなくて本当にすいません。あどうぞ謝罪。本当はあの行ったんでしょ。だからあのここに来るまでに通るんで行こうと思ってたんですけど。うんうんあの、うん、あまりにも眠くてブルーシール寝、はい、寝ちゃいましたブルーシール寝るとこじゃないブルーシール寝てしまったすごい本当にすいませんいやでも絶対今帰ってきたばっかりでもこのプロモーションとかなんとかでバタバタなんじゃないもうちょっとゆっくりする予定が、うんね、結構結構詰まってねずっとメンバーと一緒っていう、うんうんね、友達とかと会えたりしてる、ね、なんか全然まだ会ってないんじゃない会えてないのか俺あの南さんに会いたくて、うんうん、今日来たらって言ったら、うん、俺はいいよって南明日会えるしさすが南っぽいねでもあのラジオさえ聞いてないだろうね聞いてないんだゲームしてるかな何してるかなあそっか一通メール来てるんでちょっと読んでいいですかはい、はい、お願いしますポートリバーズの3人さんじゃあバーボンズの皆さんこんばんはこんばんは初めてこの番組を聞かせていただいています進撃のめいちゃんですめいちゃん、はい、よろしくお願いいたしますめいちゃんそしてありがとう、うん、なんだ この間のポニーテールリボンズのライブでは本当に本当にありがとうございます卒業リボンは泣けてしまいました周りのポニンチメンバーが泣いていたので、はい、私ももらい泣きしました本当にありがとうございます、はい、一番は両親ですねいつも迷惑をかけたりして本当に申し訳ないなと思ってるけど応援しているから本当に両親にはいつもありがとうと言いたくなりました、うん、優しいね、うん、じゃあバーボンズの皆さんってよ、はい、昔から応援させていただいてました誓うよから聞かせていただいてましたこれからも陰ながらではありますが応援させていただきますねと来てますおお嬉しいですねこの進撃のめいちゃんさんは、ね、先週の土曜日5日にあったポニーテールリボンズのワンマンライブに来てた、うん、覚えてるで自分がゲストボーカルでサプライズで2曲一緒に歌ってその そ, うなんだそれで卒業リボンっていう曲とグレートジャーニーっていう曲を歌わせてもらったんだけど、うん、その卒業リボンの時にお客さん結構泣いてたわけ、もう2人さポニーテールリボンだけど、うん、もうコフちゃんが島に行っちゃうからって言われる超感動して、ね、なんかみんな泣いてたね自分も歌いながら泣きそうになったけどいいな両親っていう言葉がちょこちょこ出たんでちょっと反応しちゃいましたけど僕両親なんだけどお母さんだからあれ俺のことかいい話だったのにいい話誓うよいい話です、ね、誓うよから聞かせていただいてましたって、うん、ちょうどメジャーデビューきっかけの曲ですねそれから応援してもらえてるってもう4年5年ぐらい、うん、長いですねすごいねいいね。なんかどこだった？沖縄じゃないよね。でもね、進撃のめいちゃん。進撃のめいちゃんはだけど男だよって言ってたね。男、女じゃないよって。女じゃないよって。絶対明日。県外の。県外だと思う。明日絶対来た方がいいということで、明日の告知を。すごい。そろそろ。明日の告知をジャーバーボンズから、はい、してほしい。リーダー。リーダーじゃない。今ちょっと録音。あ、はい。3月10日。明日ですね。明日、うん、明日が、那覇アウトプットで、yes. なんと久々の対バン、ポートリバーズさんとシベスカ、はい、あとジャーバーバンズ3バンドで対バンをします。時間は何時でした？誰も把握してない。7時スタートです。7時スタートですね。チケットの当日券も出ますのでぜひ、はい、あのホームページからチェックしてください。よろしくお願いします。あと3月の12日、はい、豊崎の方で。バブルランがあります、はい、
これは何時からでした？はい、詳しくはホームページから見てみてください。バブルランはライブ？ライブです。ライブ、ライブ、ライブ、走るような結構な走るだけだと思ってる人が多いので、僕らちゃんとライブしますよ。檜山商店とジャーバーボンズ、あと楽しそう、まあ、いろいろ、はい、出ますのでね。大集合だね。はい、ステージ見てきましたよ。ものすごいでかいステージです。皆さんぜひ遊びに来てください。晴れたらいいね。なんか天気、なんか12日はめちゃめちゃ晴れるみたいで、晴れバンドだ。いや、そうなんだ。いいですね。いいな。他には？他には？で、3月13日日曜日に、アウトレットモールアシビナの方でインストライブをします。うん、時間が3時30分からやりますので、お時間作って遊びに来てください。はい。よろしくお願いします。なんかいろんなところで見れるね。だから、うん、いいですね。アウトレットも無料ですよ。無料。リーダー、リーダーっぽいね。ちゃんと喋るね。ちゃんとしてる、やっぱり、ね、いいこと何なんだかな。何だったかなと思って、ね、時間をちょっと忘れがちっていうだけで、ポートリバーズのリーダー雑だからね。そうそうそう、すぐ告知させようするし。あ、リーダー誰？私。そこも決まってない。自分で把握してもない。いや、告知ね。そう、明日ね、アウトプットで、はい、うん、はい、楽しみ。アウトプットの4周年祭と、うん、ジャーバーボンズが沖縄でやるっていうことで、うん、私たちも一緒に対バンで出させてもらうんですけど、うん、超楽しみ。みなみもめっちゃ楽しみにしてたよ、うん、久々だよね。本当にそう、なんか一緒にやりたかったわけ、ね、うん、そうそうそう、だから嬉しい。ちなみに俺、みなみさんとバンドやってましたから。あ、だからね、昔昔ね、バーボンズ入るちょっと前にみなみさんと一緒にバンドやって、うん、バーボンズの方がに入りました。バーボンズの方がいいなーって。選び方やった。謝れ、ちょっと謝れ。みなみごめんみたいな。一応迷ったんだ、ちょっとウケる。そうなんだ。バーボンズの曲もかけたりしちゃいますか。はい、そうだね。でも曲かけたらお別れだからさ。あ、じゃあ曲かけんこ、うん、まだまだなんとか、はい、まだ行くか。いや、かけないとこの番組のあれが成り立たないさ。どっちなんですか。ちゃんとかけたんだよ。じゃあお別れだから最後に、じゃあ今日は来てくれてありがとう、じゃあバーボンズの皆さんありがとうみたいな感じで曲流した方がいいよっていう。説教でしょそれ。今言うやつじゃない。今本番中だよ。今本番中だよ。皆さん本番中で、本番でやるっていう、ね、こんなやりたいっていうの生で言わない。そうそう。いやー、今日は2回目だったけどね、うん、初めてのゲストにジャーバーボンズが来てくれたということで、うん、すごい楽しかった。ありがとうございました。勝手に痛いで仕掛け直す。明日またアウトプットでライブで会いましょう。はい、忙しい中来てくれてありがとう、みんな。はい、ありがとう。じゃあ最後に、じゃあジャーバーボンズの曲紹介して、曲紹介。はい、それでは夢にまっすぐ進んでいく曲です。じゃあバーボンズで勝利の歌。
ポートリバーズの人生はポリバケツえい、なんかさ、せっかくジャーバーボンズ来てくれたから、うん、もう最後までいてもらおうと思って、うん、いることにしてる、うん、なぜなら僕らの進行がぎこちないからさもうジャーバーボンズに委ねようかなと、うん、そうだね、もうぜひぜひお願いします、うん、思いついたらコーナーとか作って全然なかった始めてもいいそうね、はい、いやいやいや、はい、ね、早速さ、うん、新しいコーナーをちょっとだけやりたいなと思ってて、うん、3分ぐらいのコーナーをチャラッとやりたいと思います、うんうん、ちょろっとね、ちょろっとね、俺ネジなんかチャラい、チャラおうか、チャラッとちょろっとでしょさらっとさらっと、さらっとだねさらっとだ、どっちも間違ってるいやいや、もうこのタイトルが、うん、タツノの釣りだけにっつってそれ釣りのことをちょっとだけ喋ろうかなみたいなのをやりたいと思ってて、はい、知りたい。立つのはですね、釣り、夜釣りをよくするんですけれども、うん、沖縄県内いろいろ夜中一人で夜な夜な各漁港を待ってたわけですよ、うん、だからもう今では糸満はキャン漁港から、うん、北は奥漁港ぐらいまでもう漁港の形が分かるぐらいになってしまって、うん、すごいね、しかも夜中一人でひょっていくから、うん、ちょっとたまに怖くもなってするけど、怖いよね、怖い、ただ、うん、めっちゃかゆい、かゆい、夜釣りはかゆい、あ、もうこれだけが今日は言いたい、夜釣りはかゆい、夜釣りはかゆい、カトリ線香、カトリ線香、じゃあカトリ線香聞かんわけ、うん、あの人たち、あの形は、全然聞かんわけ、どこ漁港がやばいの一番、だからこの一番かゆさ的に言ったら、かゆさ的に言ったら砂浜が一番やばいな、砂浜。砂浜、はい、砂浜、漁港の名前だよ、あ、漁港ね、うん、かゆさの漁港、かゆい漁港はこれかゆい漁港って言ったらなんかその漁港行きたくないみたいになるから言いたくないな俺、さすがに一番ガジャンが多いところのことよ、ガジャンが多いところは砂浜、違う、なんとか漁港っていう名前があるさ、だから漁港の話だから2回も同じこと言わさない、漁港の話したらその漁港がなんかかゆいから行きたくないみたいになるわけでしょ、だからそれは言いたくないなっていう、この2回言った今もうこう何回タツノの釣りだけに最終回だ、ね、今日で最終回を迎えることになりまして、そうそう、魚がいっぱい釣れるヤバいは何、あ、結構糸満いいっすよ、うん、糸満キャン漁港もいいですし西崎漁港もいいですし、めっちゃ釣れる糸満は、ちなみにジャーバーボンズは釣りとかは、いや全くしないです、あ、全然、あ、じゃあ話が盛り上がらないんで次の曲いこうか、最終回でしたね、次の曲いこうかな、まあ、こんなあの寂しいちょっと釣りの話したんですけれども、フォートリバーズの手紙って曲聴いてくださいよ、ここまでが長いっていう曲に
ポートリバーズの人生はボリバケツ。いいね、めっちゃにぎやかな感じで。今日にぎやかだもん、ね、実際いいな、すごい大合唱してるみたい。はい、辰野の変な釣りの話から、今めっちゃみんなからクレーム言われてる、ね、釣り業界の人からね。今度ちゃんとまた時間があるときに釣りの話はしたいなと思います。あさん、めちゃくちゃ今日メールもいっぱい来てますよ、ね、メール、はい、読みますね、はい、ラジオネーム名古屋のダンサーズさん、たつやん、あさやん、その他大勢の皆様、おつ、先週末はポニーテールリボンズのライブでお会いできありがとうございます。あさやんっていうか、あさやんって呼ばれるはず、たつやんとか、あさやんの卒業リボン、よかったね。今後はポニーテールの曲もカバーされるんですかね。それとジャーバーボンズさんがゲストに出演されてますが、この後のフリームーンラジオもよろしくお願いいたします。だって、おそうそう、名古屋のダンサーズ、名古ダンさん、ありがとうございます。ただ、タツヤン、アサヤンはハマらんな、これアサヤン、アサヤンってアサヤンみたいだね、あの昔あのテレビでやってたアサヤン、そう、オーディション番組そこかポニテの曲もカバーしたね、ポニテの曲もさっきちょっとおじさんとおばさんみたいなやつはやったもんね、おじさんみたいなおばさんは、おばさんこれだった、これだよね、バッキーシュッシュとかそうめっちゃ面白いわけよ、ポニテの曲やばい、やりたいね、なんかカバーね、やりましょうちょっとゆいちんに聞いてから、はい、ラジオネームタエコッピー、こんばんは、こんばんは、あ、これもテーマのありがとうの言っていいのか、そうだよ、そうだね、テーマのありがとうはズバリこれ、音のつながりにありがとうです。はい、ポニンチュになってシマググルを知って、ジャーバーボンズを知って、ユイチンからポリバを知って今に至るんですけど、すべて音楽のつながりだと思ってます。時には音楽に流されて逆に音楽に元気もらえたり、私は音楽は私の世界の一部です、生活の一部です読めてないです。後半 PS、 じゃあバーボンズさん、夜音で踊った乾杯、最高に楽しかったです。ああ、やりました、乾杯。その時にあの、うん、ポニテさんの、うん、このおじさんおばさん、はい、うんうん、一緒に踊ったよ、みんな、ああいいな、一緒にやりたい、俺たちも楽しそうだね。ジャーバーボンズの中にユイチン入っていったらやばいね、うん、確かにもうやばい、高野また足グキってなるんで、ね、一緒に飛んでキャラが濃すぎて消えてしまうはい、じゃあまた行きます、ラジオネームナーコ、こんばんは。こんばんは。テーマありがとうといえば、この間のポニーテールリボンズのライブでアーチーと辰野さんに初めましてのご挨拶ができました。 お二人とも優しくて嬉しかったです。おい、やさおです。なあ、こあれだ、群馬から来た、東から来たっつったもんね。その日チャンピオンになったあれだ。何のチャンピオンよ。違う、あのユイチンが今日どこから来た、どこから来たって言って、群馬が一番多分遠かったのかな。そしたら遠かったチャンピオン。そうそう、ナーコさんがチャンピオンになりよった。分からんからね、そのくだり。あ、そうだね。はい、お二人とも優しくて嬉しかったです。写真まで撮ってくださりありがとうございました。Q さんはお見かけしたのに残念ながら初めましてできませんでした。次回はぜひ。じゃあ Q ちゃんシャイだから、ね。じゃあ Q ちゃん本当はナーコがいたの分かってたんだはずね。分かってたけど、ちょっとそーっとシャイだから逃げたでしょ本当に分からなかったよまあ俺たちも初めましてだから全然声かけてください、次はね、ワンマンライブ頑張ってくださいって、アーチーとポニーテのコラボとっても素敵でした、思わず泣いちゃったよって、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。なんか メール、あ、こっちにも来てなかった、メールさっき読んだやつ、さっき読んだかな、さっき進撃のめいちゃん読んだやつか、あ、これかな、これいこう、はい、はい、ポートリバーズの3人さん&ジャーバーボンズの皆さん、再びこんばんは。こんばんは。私は県外でこのラジオ聞いてないです。あ、県外じゃないんだね、沖縄那覇で聞いてます。あ、進撃のめいちゃんでございました。あ、もう最後までいましょう皆さんって、最後までいるよ、居座ります、最後までいるよ。だってすごいよね、今さ、うん、ここ今何人いる、1、待ってよ、木更津さんも入れたらちょっとさ、そう、人が多くてめっちゃ暑い今見て、この窓ガラスのこの曇り具合、おやばいね、すごい熱気がやばい、やばいね、気にして気にしてそわそわする
ジャーバーボンズのみんな、なんか最近なんかあった面白い話ある？まさかのこの振り。いや今びっくりするな。なんか芸人にいきなり面白いこと言ってはいみたいな感じ。じゃあメールはさ、メールは一応以上なんだけどさ、うん、あのメールが読み終わったから、ね、でも俺たちからコーチの活動ってあんまり見えないさね、うんうん、やっぱりバンド、うん、あのどんなやって頑張ってんのかなとか。だからね、どんなっすか、お客さんの感じとか全然違います。あったかいですね、暑い人が多いですね。で僕らあの最近あのホールで、コーチのホールでライブさせてもらったんですけど、はい、下は、0歳1歳は1歳、12歳、赤ちゃんが2歳ぐらいから、上が93歳、うん、すごい、おばあちゃんまで死にやばい。耳は？じゃあ耳は？じゃあ耳大丈夫なのかな？0歳も93歳も大丈夫でしょ一応。すごい。大丈夫なことない、はい、うん、すごい。もうどっちもどっちも違う意味でまさかの耳はっていうところなんだそういうことじゃないでしょ、この老若にゃんにょ問わずみたいなやつでしょ幅広いね。すごいね。で僕らあの高知で米も作ってるんで、うん、だからさ、そういうつながりで、うん、あの93歳のおばあちゃんも来てくれるんだ。すごい。だけど偶然だけど、ね、あの、ね、作ってる米めっちゃ食べたいわけよ。ああ、ありますよ。マジっすか、うん、実家に、実家に高知に、今度あの、ね、送りつけます。はい、着払いでお願いします。着払いで買います。高知に行って何年経った？4年、4年目になりますね。やば、すげえ。オレンジ行きましたってよ。お、ありがたいですね。でその後にも愛媛県民、うん、え、愛媛、うん、松山市民会館っていうところでライブしたんですけど、まあ、そこも結構いっぱい来てくれて、うん、であのアンコールの時に、うん、俺らが出てきたらみんなが高野さんの顔なんですよ。どういうこと？どういうことって感じですよね。あ、お面作ってるんだ。サプライズでメンバーにもドッキリ。ブスブス、めっちゃブスこの顔、この顔めっちゃブス。高野今こっちに出てきて見せた方がいいんじゃない、その顔大丈夫今一生懸命その顔してくれてるんだけど、その顔ほら見えてるこの顔が何百人といたんですよすごいね、すごいね。自分弟なんで、そうだよね、気持ち悪かった。そうだよね、こんなお兄ちゃんみたいなそう、兄弟でやってるってまたすごいよ ね、バンドに兄弟がいるってね。仲良しですね。何個離れてるの？4個です。これさ、年齢とか公開してるの？みんな。あ、大丈夫ですよ、これ30です。さらさらっと30。南と同級生、南さん1個。あ、最近誕生日でしたよね。うん、うん、1個上ですね。あ、そうなんだ。あ、そっか、あいつ早生まれだから、うん、あ、そっかそっかそっか。あ、シモンも30。同じ。俺30ですね。南とシモンと、あ、俺コウヘイと一緒です。コウヘイ、あー、コウヘイね。ホイフェスタ の、 あのギターの声立つの聞いてる？聞いてる。ちょっとバタバタしてますねあのやることがあって。はぁ、そしたら、一番年上は誰？な、四国は大安と、大安さんと高野さんですね。うん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 。一番上がいくつなの？34です。今年34。今年、今年、うん、大人だ、めっちゃ。もう大人。じゃあなんか意外と大人ですね。じゃあなんか26歳とか7歳ぐらいと思ってた。じゃあさ、見た目全然変わらん、みんな。もうあの時のまま。いやいや。変わらない。いや。近くで見てごらん。ちなみにね、近くで見てごらん。アーチは今でもなんかあの身分証見せてって言われるもんね。ああ、そう言われるからもう。自信持って見せてるんだけど自信持ってそっか。でもそんな結構みんないい年の。じゃあバーボンズもね、うんうん、ポートリバーズも37歳だけど今年 で、ね、でも なんか、うん、これこんなしておじさんとかおばさんとかになっても音楽で、うんうん、なんかステージだってこのバンド見に来てくれて音楽でこうツイキャスもこんなしてさ繋がれてすごいなって思うんだけど、うん、なんかやめる理由がないよね、うん、音楽って、うん、ちょっとそうだね、なんか嬉しいよね。しかもあの四国に行ってまでこの近い世代があんなになんか頑張ってるっていうのもやっぱ自分たちにも刺激になるしね。行きたいね。行きたい。めっちゃ行きたい。めっちゃ行きたい。僕ら観光大使っていう、本当観光特使。すみません、ゲストの話ちゃんと聞いてもらっていいですか？巻き替え。そう、そろそろ巻きましょうかね。そろそろ後半怪しくなってきたんで、喋りすぎて。もうなんかザ・バーボンズは観光大使ですから。観光特使です。何？
曲いこうかな、そろそろ、はい、曲、うん、一曲ちょっと行きたいな。何かけるの？帰り道、帰ってますよ。帰り道？カラオケにも配信されてます。もうなんかもうちょっとパンテンパってるでしょ、パンパンって。ちょっと今喋ってたけど横でめっちゃジェスチャーしてたから何を言ってんのかなと思って。もうそんなのもやめ、もう喋ってほしい。居酒屋かなみたいな感じだわけよ、うん、もうちょっと。じゃあそれでは聞いてください、ポートリーバースで帰り道。熱い。
はい、お送りしたのはポートリバーズで帰り道でした。えい、はい、今さ、やっぱタイトルコール最後ないんだな。うん、ない、うん、ゆいちんからメール来た、仲直りしれって。あ、俺も来てた。ウケる、やっぱ喧嘩に聞こえるんだね。じゃあゆいちん、あの卵ちょうだいね、もう絶対待ってるからさ。俺ずっと持ってるわけ。ジャーバーボンズからいっぱいもらったから。そうそうそう、卵100個もらってるからさ。後で奪いに行こう。はい、じゃあ、ポートリバーズから告知をします。明日3月10日アウトプットで、ジャーバーボンズも一緒にライブしますよ。6時半オープン、7時スタート、チケット2000円、ワンドリンクベッドです。ジャーバーボンズ、シベリアンスカンク、ポートリバーズ出演します。遊びに来てください。はい、遊びに来てください。13日の日曜日はあれします、FC 琉球の開幕戦でスタジアムミニライブしますよ。ミネラルっていうスタジアムライブ。スタジアムでミニライブします。ミニライブどこで？沖縄県総合運動公園陸上競技場。開幕戦ね、 FC 琉球の。そう、嬉しいね。あと19日土曜日は、新都心の那覇で、あ、蔦屋新都心店蔦屋那覇新都心店さんで3回言った。5時から無料アコースティックインストアライブします。この日あのポートリバーズのアルバム買うと3倍、あ、10倍、 T ポイント10倍つきます。あとワンマンライブ、ワンマンライブもしますよ。4月16日、ローチケが昨日からです始まってます。 L コード814918141お願いします。あ、時間がなくなってきた。喋りすぎたよ今日1時間。詳しくはホームページ見てね、お願いします。はい、あと10秒だ。はい、じゃあジャーバーボンズに10秒あげます。どうぞ。10秒、10秒、はい、10秒。明日頑張るぞー。おー、飲むぞー、飲むぞー。じゃあねー、バイバイ。